その昔、神様は二つの石を人々にお与えになりました。その石を持って舞い踊ると災いが静まったと言います。奥深い歴史と豊かな自然に囲まれたバリオモロ島、さまざまなアクティビティを楽しめる夢のリゾート。ニンニクバーガーを食べて旅行券を当てよう。今日うまいさ、ニンニクバーガーを50個くり。それではくじを50枚引いてください。おお、よし、バリオモロ島団体旅行券大当たり、20人様くらいご利用いただけます。そんなに話は聞かせてもらったわ。もちろん僕たちもみんなで行くよね。よし、わかった。ワリオカンパニーの社員旅行で南国リゾート満喫してやるぜ。メイドインワリオ。甘い下の出会い、到着。俺様が一番乗りで、ようこそバリオモロ島へ。島に伝わる宝石をどうぞ。宝石、その名も釜石。両手に持って踊ればあなたもラッキー。ただの石じゃねえかい。アイデア。キーだ。おお。わあ。よほほりゃ。やふん。いた。ここはどこだ。祠に近づく者許さない。え、出て行け。あ、シュッポッポ。握り持ちをしたまま脇を締め、肘を直角に曲げよ。親指を上にするのだと神様はおっしゃいました。神様は
迷える人々を並べて紐で囲い、先頭に立ってお導きになりました。これがシュッポッポの起源であり、すべての構えの始まりでもあります。スタートだ。シュッポッポ抜け。なんだなんだ。シュッポッポ抜け出せ。やるじゃねえか。シュッポッポ演奏しろ。何やってんだよ。飛ばしていくぜ。シュッポッポ火を消せ。ヨッホー。シュッポッポ進め。駅に止まれ。余韻だな。シュッポッポ乾杯。もう後がねえぞ。ついてこられるかな。シュッポッポ開けろ。次行くぜ。シュッポッポバレずに進め。終わっちまったぜ。聖なるポーズを取れ。悪くねえな、金石。ヤッハ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